本日は副業に挑戦した時の普通の人 ADHD、ASD の違いについて解説します。生活が苦しい、プラスで副収入が欲しいとなった時、普通の人や発達障害の人はどう行動するのか、そして今後成功していくためにはどうすればいいのかというところをですね、解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで、よーいスタート。はぁ、給料低いな。このままじゃ将来不安だし、副業でも始めるかな。何？あ、動画編集。いいね。ライティングなんかもあるのか。プログラミング。マーケティングを極めるといい？まあ、なんかよくわかんねえけど、最近マーケティングとか流行ってるよな。とりあえずこれやってみるか。ああ、給料低いな。もう仕事辞めたい。飽きた。でもな、このまま辞めんのもリスクだから、副業するか。何？動画編集にライティング。あ、プログラミングとかもあるのか。どれがいいかな。あ、そうだ。同時にやっていけばいいんだ。そしたら何かしらヒットするよな。俺って天才じゃね？よし、キャプチャにやっていくぞ！ああ、給料低いな。将来も不安だし、副業しないと。どんなものがあるんだ？なるほど。プログラミング、動画編集、ライティング。いろいろあるな。何？発達障害の方はマーケティング？本当か？ちょっとこれはいろいろ調べる価値がありそうだな。調べてから始めよう。ああ、やっぱうまくいかねえ。さすがに独学だと限界はあるか。やっぱり成功してる人にある程度教わった方がいいよな。さっさと稼がないとモチベーション保てないし。あ、何？カウンセラーの和樹？ああ、なんかこの人教えてるな。ちょっと勉強しに申し込んでみるか。人に助けてもらわないとモチベーター持てないし、初期投資はある程度大事だもんな。あー、同時進行では何も進まないよ。全然なんか成果出てる感ないし、何もスタートできてない。飽きてきたからもう他のもんやろうかな。ん？発達障害ならマーケティングが向いている？発達障害カウンセラー和樹？なんだこいつ。まあでも他頼ることないし、全然うまくいかないし、とりあえずお願いしてみっか。どうするかな。もうちょっと慎重に考える必要があるな。でもさすがにそろそろ動かないと結構引いちゃってるからな。よし、決めた。マーケティングをちゃんとやっていこう。まあでも始める前にまずはちゃんと勉強しないとだな。よっしゃ、やっと今月売上上がった。いやー、コツコツやってきてよかった。仕事しながらだからだいぶ時間かかったけど、言われた通りにやったら結果出たわ。まあ正直めんどくせって思うことがなかったわけじゃないけど、まあ続けてきた甲斐があったな。よし、この調子でガンガン稼ぐぞ。うおー、楽しい。どんどん結果が出ていく。こんなことあるのか。はあ、買い物しすぎて支払いがやべえから、早く稼がねえと。やばい、ピンチが俺を燃えさせる。絶対絶命の中頑張るぞ。なるほどな。この場合はこういう風に対処すればいいし、こういうトラブルの時はこうすればいい。あ、なるほど。こうやってすれば結果は出やすいってわけだな。なるほど。ちゃんと勉強してるからある程度トラブルにも対処できるし、結果も結構早く出てきたな。やっぱりちゃんと勉強していた知識が役立った。ルーティンでこなしていけば苦ではないし、コツコツやっていくか。発達障害という才能を伸ばす、どうも発達障害カウンセラーの和樹です。いかがでしたでしょうか。あなたは前半のコントのように副業やりたいんだけども、なかなかうまく進まないとか、計画通りにいかずになんかもがいてるなんてことありませんでしょうか。やはり発達障害 ADHD、ASD、アスペルガーを持っていると思ったように進まないなんてことがよくあるわけです。まあ、そういった意味では発達障害を持っていない人、まあ、あえて言うのであれば普通の人の方が、まあ、伸びるのは早いかもしれません。とはいえ、大きな成果を出すっていう点で考えると、やはり僕たち発達障害を持った人の方が実は有利だったりするんですね。まあ、そういったところも含めまして、後半ではそもそも発達障害持っている人というのは副業を始める上でどんなことが起こるのか、どういうふうに進めていくのかというところをお話しします。
まあ、最後の方にはね、どうすればより副業がうまくいくのかというところもお話ししていきますので、ぜひこちら合わせてご覧になってください。前半のね、やはり原因というか、なぜ僕らがうまくいかないのかっていうところを理解しておくと、その対策っていうのはね、打ちやすいので学んでいただければ幸いです。というわけで、まず ADHD を持っている人は副業する上でどういうふうな捉え方、考え方、進め方になるのかというところをお話します。これ一つ目というのが、いろんなことにたくさん興味を持つということですね。わかるって方も多いかと思います。やはり ADHD の人ってね、もうとにかくこう刺激が好きというか、いろんなことに興味があって、あれも楽しそう、これも楽しそう、あ、これもやりたいというふうになってしまうことがとてもあるんですよね。そして、よし、これを一生懸命やっていくぞって思っていたとしても、なんかちょっと楽しそうなこととか、なんかこれがすごく稼げるらしいよみたいな話を聞いちゃうと、もうそっちに意識がいっちゃって、こっちどうでもよくなっちゃうってことよくあります。これって実はある意味すごい武器なんですよ。まあ起業家の方、例えば、まあ、僕もそうですけども、事業がある程度一つうまくいってる人であれば、あ、この事業を取り入れてみよう、こういう事業もやってみようみたいな形で、ある程度土台ができている分、いろんなことに興味を持って知識を入れることができて取り組むことができるわけですよ。これ普通の人なかなかできないです。まあだからね、なんかいつの間にか僕はですね、会社を2つ、まあ事業を7つぐらい持つようになっちゃって、もうわけわかんないことになってるんですけどまあそれでも全ての事業に関わりつつ、それぞれ売上が上がったりします。そう、 ADHD の人、起業家すごい合ってるんですよ。ただまだ形になってない段階でいろんなことに興味を持ってしまったりとか、手を出してしまうと結局力が分散してしまって何もうまくいかないよね、なんてことになってしまうことがよくあります。そう、才能というのも使いどころってのが大事なんですよね。いろんなことに意識がいって興味を持てて情報収集ができるけれども、まずは一つを集中して作っていくっていうところができれば、 ADHD の人はとてもすごい力を発揮しますので、まあそこのバランスというのが難しいところではあります。そして2つ目の特徴というのが、飽きやすいということです。まあ、とにかく三日坊主なんて言葉はねよくありますけども、スタートを切ることはできても、それを継続してやっていくってことが難しかったりするんですね。先ほど言ったように、より楽しそうな方向に行ってしまうなんてこともありますし、ルーティンで継続的にやっていくっていうところもですね、やはり先のゴールが見えてないと、何のためにこれやってるんだろうって言って分かんなくなっちゃうんですよね。まあその分ですね、 ASD アスペルガーの方はルーティン得意ではあるんですけど、もう毎日が楽しくて、毎日取り組んでることがワクワクするっていうことじゃないと、 ADHD の人というのはですね、まあ飽きてしまう、嫌になってしまうってことがあります。もちろんそういったことをちゃんと仕組みとしてやっていくってこともできるんですけども、楽しいことばかりじゃないのが、まあ、副業じゃないですか。大変だなって思うことありますよ。実際僕なんかも最近だったら撮影というのをね、ちょっとマンネリ化してきまして、あー、ちょっと撮影しんどいななんて思うことも正直あります正直だからね、あのスタッフと一緒にね、こうやってみたりとかってね、動画最近出してますけど、ああいう風に刺激を入れていてですね、変化を加えてやってるわけですよ。もうそりゃだってね、1500本ぐらい動画撮ってたら飽きるのはまあわかるじゃないですかでもね、まあ、喜んでもらえるから僕はこうやって撮影してるんですけど、やはりコツコツ続けることというのが ADHD の人というのは特性上難しいなんてことがあります。そして3つ目というのが、とはいえ爆発するとすごいということですね。結局スイッチが入った瞬間の ADHD ってものすごい力発揮するんですよ。まあ、分かりやすい例で言うのであれば、例えば夏休みの宿題とかも30日、31日になってやばいってなったらむちゃくちゃやりません？あと期末テストとかね、中間テストとかでもう明日テストだってなったら一夜漬けでブワーってやりませんか？あの感じです。いや別に私はテスト前日になっても勉強やんないし、夏休みの宿題も一切やんないですって人はまあちょっと例外だと思うんですけども、やはり追い込まれた ADHD の人むちゃくちゃ強いです。だからこそ僕は普段危機感を持つといいですよと、このままじゃ人生やばいですよ、まあ日本の悪口を言うつもりはないですけども、やはり賃金がとにかく上がらない、若い人がどんどん貧しくなっていく日本だからこそ、将来のために今のうちから対策しておきましょうねっていうか、もう今ピンチですからねっていうことを言ってるわけですよ。でそこに対してちゃんと危機感を持って取り組める人っていうのがやっぱり続くんですよね。僕が実際こうやって YouTube 続けてられるのも、29歳の時にもうこのままじゃ本当にやばいと言ってしまえば、年収100万もいかない、まあ、ニートみたいな生活をしてたので、もう本当に30代になってご飯食べていけないって言ってバチってスイッチが入ったから、それこそ20代の時に稼いだ金額ってのを1ヶ月で売り上げ上げるよね、会社が今できてるわけですね。そう、
ADHD の人というのはもうピンチになってこそやっぱ力を発揮したりとか危機感をちゃんと持って本気で真剣にやばいって爆発した時にものすごいパワーを出しますので、ぜひね、まあ、こういったのもやはり一人ではね危機感持つのって難しいと思います、まあ、カウンセリングをしたりとかいろんな人と話をしてスイッチを入れていくってことをやってもらえればなと思います。そう、ADHD の人というのはうまくいかない理由もあるんですけど、うまくいきすぎてしまう理由というのもありますので、ぜひですねネガティブにならず ADHD だからと言わずに取り組んでいってください。そして次、 ASD の人の特徴ですね。副業に対してどういった取り組むのか、どういうスタンスなのかというと、まず一つ目ポイントが腰が重いということですね。やはり ASD アスペルガーの人ってあえてこういう表現を使うんですけども、ちょっとビビリなところがあるわけですねリスク以上に物事をこう大きく捉えてしまうということがあるんですよ。でそうなるとどうなるかというと、一歩なかなか踏み出せない、そう、始められないんですね。腰がとにかく重い。いや、わかりますよ、情報収集してるのね、今の日本がやばいってことも分かってます。今のうちに副業とかっていうのをやっていかないと、会社っていうのもいつまで残っているか分かんないし、準備っていうのをちゃんとやっていかなきゃいけないって分かっているけれども、それ以上に恐怖が勝ってしまう。これがやっぱり発達障害を持っている人っていうのは大きな枷となってしまうんですね。まあ正直これ僕むちゃくちゃ分かるんですよ。僕死ぬほどビビりなんですねまあ ASD も ADHD も持っているからこそ、 ASD のビビリな部分を ADHD の好奇心とか衝動性で上回ってなんとか行動してたりするんですけど、やっぱり怖いですよね。失敗したらどうしよう、うまくいかなかったらどうしよう、周りからこんなこと言われるんじゃないかってもう未だにあります。まあ、じゃあこれどうやって行動してたらいいのっていうのは、まあ後ほどまたお話しするんですけど、ついつい僕らというのは行動しないリスクよりも行動しない時の安心感というのを取ってしまうことが多いです。そして2つ目の特徴というのが知識集めです。まあ、ノウハウコレクターなんて言い方をする方もいらっしゃいますね。とにかく勉強することが好きだから、いろんな知識を集めて、こういう時はこうすればいいんだ、こういう時はこうすればいいんだ、もし失敗したとしてもこうすればいいんだっていう知識むっちゃ持ってるんですよ。これ ASD の方の武器ですよね。そして勉強することが苦ではないとか、むしろ好きだしっていうね。やはりこの状態でスタートをしたら、知識ない人よりもある人の方がうまくいきやすいですから、そういう意味では ASD アセルガーの人って有利なんですよ。知らなかったからこそ損をしているなんてことは、特にまあお金とかビジネスなんてことは山ほどありますしね。だからぜひとも勉強っていうのはしてもらいたい。特にマーケティングっていうのをちゃんと勉強してもらえたら、もうありえないくらい稼げるようになりますんで、絶対押さえておいてほしいんですけれども、ただこれもやりすぎというのは注意が必要なんですね。なぜなら知識を持っているだけでは人生は変わらないから。知識を持っている人はただ知識を持っている人ですね。知識をたくさん持っている人よりも、知識ないけども行動した人の方が上回るんですよ。なおかつ変に実践的な知識というのを行動してないのにもかかわらず入れてしまいますと、こうピントがずれてるというか、いやそれそうじゃないよねみたいな覚え方してしまうってこと結構あるんですよね。実際資格の勉強をしました、それを持ってその業界に入りましたってなった時、いやなんか勉強したことあんま使えてないなとか、なんか参考書で学んだことはニュアンスがちょっと違うなみたいなことってありませんかね。僕結構あったんですよ。まあ、介護とかね、料理とかいろいろやってきたことあるんですけど、一切行動せずに勉強するっていう感覚と、やってみてうまくいかなくて勉強してみた時のこの頭の入り方であるとか知識の活かし方って全然違うんですよね。だからね、僕は普段マーケター育成講座ってマーケティングの、まあ、スクールやってるんですけど、このスクールの中ではとにかく実践を学びながらやっていこうって言って生徒さんに行動させまくるんですね。そのことによって学んだことも血となり肉となるし、経験することによってその知識がまた活かせるみたいなことになっていきますので、やはり知識と実践っていうのはね、まあ、両輪でやっていっていただければななんて思います。そして最後3つ目というのが、ルーティーンが得意ということです。 ADHD の人のようにこう瞬発的にドカッて頑張るってことは、まあ、ASD の人でなかなかうまくいかないとか得意ではないんですけども、コツ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 やるのがやっぱり ASD の人むちゃくちゃ得意です。もちろんそこに至るまでの、まあ、腰が重かったりするんですけども、こういう風なルーティンを組んでいきましょうね、こういう風にやっていきましょうねっていうのも一度バチッて決めると、その通りにやっていけるっていうのが武器なわけですね。やはりそれを飽きずにやれる、コツコツやれるっていうのは結局
く成果を出す上で一番の武器です。だって仕事とか人生って短距離走じゃなくて長距離走なわけですね。まあ、ダイエットとかもそうじゃないですか。1ヶ月のうち1日だけむちゃくちゃ走り込みました、100キロ走りましたってなっても痩せること難しいですけど、1日1キロでもコツ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 走ってたら体って痩せやすくなってくんですね。だって毎日カロリー消費してるわけですから。まあちょっと今のはねダイエット極論というか分かりやすくそう言っただけであって、いや毎日1キロ走ったとしても痩せませんけどってマジレスされちゃうとちょっと困るんですけどもまあ例え話として分かりやすく噛み砕く意味でそういう風にコツコツやることが大事なんだよっていう風に理解してもらえればと思います。自分がやるべきこと、まあ特に副業とかマーケティングの勉強っていうのをちゃんと続けた人が今まで僕の生徒さんなどむちゃくちゃ稼いでおりますので、ぜひですね不安というのもあると思うんですけども、一歩を踏み出してルーティーンというのを作ってもらえればと思います。なかなかちょっとそういうの難しいよ、怖いんだよなっていう方はですね、まあ、こちら無料相談とかやっておりますので、ぜひ合わせてご覧になってください。あなたが死ぬほど稼げるようなサポートというのをさせていただきます。以上ですね、ASD の方、ADHD の方というのが、まあ、どういった特徴を持っているのか、どう副業として取り組んでいくのかというところをお話ししました。じゃあ、結局、どうすればいいのということですよね。まあ、特徴はバカだと。でも、それを踏まえた上でうまくいかないんだよ、悩んでるんだよって方もいらっしゃるかと思います。なので、続きの動画として、発達障害の方が副業うまくいく方法というのをお話ししていきます。この動画の動画説明欄にある公式 LINE に登録していただきまして、今回のキーワード、副業1というのを入れていただきますと、続き見ることができますので、ぜひ合わせてご覧になってください。有料級の情報というのを無料でお話ししております。僕は普段このように、あなたの人生がより良くなるような動画というのを投稿しております。この動画を見てより多くの人が幸せになりますように、この動画の拡散およびいいねボタンをお願いします。また僕は発達障害の認知を広げていて、生きやすくなる人を増やそうと思い、このチャンネルを運用しております。このチャンネルが大きくなればなるほど、あなたやあなたの周りにいる困っている人に提供できることというのが増えていきますので、ぜひともチャンネル登録お願いします。まあ、発達障害を持てると辛いこと、うまくいかないことたくさんありますが、大丈夫。あなたは必ず幸せになります。人生はハッピーエンドで必ず終わりますから、一歩ずつ踏み出していきましょう。あなたの幸せ、これより応援しております。以上、和樹でした。